えと今年度に入りましての事業検討も等でに数回してますが昨年から比べるとですねまず1つ目は。 その去年仮にというか一応作ったカリキュラムを元に一応1年間通して実践してますから今年度の実践がその前後の学年をこうかなり意識して去年の何年生でこれをやったから今年はこれをうまくいったねとかここちょっと足りなかったからっていうようなですねその前カリキュラム前後の関連を意識できるようになってきた発言というのが結構増えました。 であと学年全体ですごくチームワークよく取り組んでいるので授業の前からですね学年で通してやって授業券でいろいろ反省点が出ると授業後も一緒にやっていくとでここでまた検証が進むというようなことが起きています。それから 情報活用ってやっぱり流れがあるので1時間の授業でできないのでその単元の特に前段階の授業がかなり充実しているということが実践を通して分かってきています。なので、まあ、これ前後通してですけれどもその流れっていうのが重要だとそれに伴ってですね学習活動携帯メディアが多様化しているというようなことが今、えー、起きています。で今年度というか、まあ、去年から結構国語が中心だったんですが。 まあ、国語の授業で情報活用能力がきちんと身につけばそれはそれでいいんですけれどもじゃあ情報活用能力の育成っていう視点でいったときにじゃあ具体的な工夫はどこにあるのかというのをもう一回見直そうとでそれは例えば指導方法であったり学習活動や携帯であったりどこで ICT を使うかあるいは日常的な活動の中でそれを支えるようなことはできないのか、まあ、こんなことを今考えています。まあ、今後はですね あのそこの国語中心にやりつつほ他の教科でも使えるもの 他の教科でもそういう学習活動を行うことによって情報活用能力の育成に寄与できる部分はどうなんだろうっていうところも検討していきたいですしこれやはり1年ぐらいですねかなり試行錯誤があったんでこれが成果として出したときに他の学校の方が本当に活用できるのかこの辺の検証は難しいですけれどもなるべく分かりやすい普及できるようなものを提案するということが課題かと思います。もう一つはやはやり これ小学校ですと6年間一貫してですねこういう取り組みを進めないと情報活用能力の育成というのは難しいと思いますので開発したものを持続的に活用しながらですね実践ができるかどうかというあたりも検討したいというふうに思っています以上です。